鳥の博物館の村松です。今日は、鳥の博物館の自然観察会手形についてご案内させていただきたいと思います。9月10日の土曜日に手形があるんですが、今回のテーマはですね、手賀沼のサギの仲間ということで、ちょうど今企画展でサギを展示しているので、これから皆さんにサギについてご紹介させていただきたいと思います。今企画展で5種類サギを展示しているんですが、まずはじめにですね、こちらの青サギというサギですね。こちらは日本で一番大きい、日本に生息しているサギの中では一番大きいサギなんですね。手賀沼では一年中見ることができるんですが、年齢などによってやっぱりこう色合いもちょっと変わってくるということで、こちらにはですね、大人のサギとそれからちょっと若いサギと2つ展示しています。次にですね、シラサギと呼ばれる白いサギですね。で、手賀沼の周りにはですね、だいたい3種類ぐらいサギが、白いサギがいるんですけども、大きさによって大サギ、中サギ、小サギと3種類います。まずはじめにですね、大サギ、一番大きい白いサギですね。でそれから、中サギ、ちょっと真ん中ぐらいの大きさなんですけど、で小サギと3種類いるんですが、一見みんな白いだけなんですけども、やっぱ季節によってよく見てみると、季節によって色合いなんかが変わってくるんですね。まず大サギを見てみると、夏になるとですね、婚姻色といって、目の周りがちょっと青みがかったりとか、そういうふうな変化があるんです。なので一年中いても季節によっていろんなよく観察してみると違いが楽しめるんですね。で中サギ、次真ん中の中サギなんですが、中サギはですね、基本的には一年中いるわけではなくて、旅鳥として、大体夏ぐらいの春から夏秋ぐらいですかねに手賀沼の周りで見られる鳥です。で最後は小サギですね。で小サギはですね、よく見てみると足の先がですね、黄色いので見分けが一番分かりやすいんですが、それもですね、季節によってその黄色みが薄くなったりとか、それから繁殖の時期になるとまた色合いが変わったりとかするので、非常に当たり前にいる鳥なんですが、よく観察してみると面白い仲間たちなんですね。でこちらがですね、ゴイサギというサギですね。でこのサギはですね、どちらかというと夜行性のサギなので、あんまりこう普段昼間目にすることはないかもしれないんですが、大体夕暮れぐらいになってくるとこう活発に活動する鳥なんですね。で若い頃はですね、奥の方のゴイサギの幼鳥というのがあるんですが、ああいうふうにちょっとまだら模様というか、若い頃、子どもの頃はああいう色合いで、これ星ゴイと、星みたいな形、なんか色合いだということで星鯉と呼ばれるんですけれども、大人になると手前のこの青みがかったちょっと飾り羽がピンと伸びているようなこういう姿になります。なので夕暮れとかにこう手賀沼の周り歩いてると、こうちょっとふわふわふわっと飛んでる鳥がいたりすると、もしかしたらゴイサギかもしれない。なかなか姿は見えにくいんですが、こういう鳥、サギも手賀沼にはいますよっていうことですね。で手賀沼の周りにはですね、サギ以外にもいろんな鳥が生息しているので、ぜひ鳥の博物館の手形に参加していただいて、いろんな鳥観察してもらえればと思います。ぜひご来館ください。